アイドル日本をご覧の皆様、こんにちは、ウィスメイリーです。今私は DVD の撮影で山梨に来ています。わー、あの初めて山梨に来て、初めての富士山もあの実際に生で見て、すごいもう興奮してしまいました。もう撮影でもあの山梨、その富士山が見える場所で撮ったり、まあ、水着、いろんな種類の水着着させていただいたり、こういった服なども着て、ちょっとデート気分を味わえる、すごいとってもおすすめな DVD になっておりますので、ぜひ見ていただけたらすごく嬉しいです。以上、ウィスミエリーでした。撮影中一番楽しかったことは、あのちょっとやりたい衣装があって、それを着させていただけたことです。ヒントは、まあ配信とかでもあの言ったことあるんで、分かる人は分かると思うんですけど、あのちょっとこういうのが生えてる衣装ですね、はい、そうですね、初めての DVD 撮影で、すごいあの写真を撮られるのとまた違ったこう実際の映像なので、なんか動きだったり見せ方がすごい難しくて、でもなんかこう褒めていただけたりすると、すごい、あ、今大丈夫なんだってこう安心できるところもあったんで、すごく楽しいでできました。家に帰ってまず最初にすることは、このご時世なので、ちょっと手洗いうがいを最初にして、その後あのトイレで用を済ませています。口癖とか、その日常の癖は、友達とかと話してると、その口癖でよく言われるのが、最初にいや違うよって言ってしまうらしくて、最近は結構それを直してるつもりなんですけど、多分たまに出ちゃうんで、それが口癖になると思うんですけど、日常での癖は何ですかね、ちょっとパッと思い浮かばないんで、多分ないのか、自分が気づいてないだけかなって思います、はい。誰にも負けない自信のあることは、そうですね、あの一度決めたことを成し遂げるまで絶対諦めないっていう精神だと思います。家族からもすごい、そこはなんかエリーは全然、ま、こう曲げないよねみたいな、や成し遂げるまで絶対諦めないって言っていただけるんで、そこは自分の強いところだと思っております。はい、地元福岡県のおすすめスポットは2つあって、あの1つは糸島っていう場所で、なんかドライブとかですごくおすすめです。牡蠣小屋とかも冬の時期はあるので、そこで牡蠣を食べたりするのもおすすめです。もう1個が門司港っていう、あの北九州の方にあるんですけど、そこが結構レトロチックな街並みで、そこに友達と行ってなんか写真の撮り合いっことかしてたので、そこも写真とか映えが好きな方はおすすめです。そして演じてみたい役柄は、あの結構おしとやかに見られがちなんですけど、それとまあ反対の結構いじめっ子役だったり、あのミステリーものも好きで、探偵ものだったり、その犯人役とかサイコパスの役とか、なんか普通の生活で経験できないような役柄を演じたいです。今後挑戦してみたいお仕事は、あのすごい可愛い子が大好きで、結構 SNS で探るんですけど、自分が見つけた可愛い子にお声かけをして、私が写真を撮るっていうのをやってみたいです。それでいつかあの私が撮った女の子たちの写真集とかを出せたらいいなって思います。今回初めての DVD 撮影で、あのまた紙面とかで見る私と違ったミスメリーが見られると思うので、まあ、ちょっとミスメリーとデートしてみたいっていう方だったり、ミスメリーの動いてるグラビアを見たいって方は絶対見るべきです。まあ思ってなくても絶対見るべきなので、皆さんぜひ見てください。